はい、好き。皆さんこんにちは、イヌバイテアです。ついにセナイズミフューチャー2回目がスタートしてしまいました。見てよこれ、いやもうかっこいい。開花後と前での表情のギャップの差がえぐかったですね。やばすぎます。ありがとうございますって感じですね。しかもですよ、しかも今回から星4キャラにも 3DMV 以上がつくということで、今回星4キャラがですね、セナー先輩と同じ誕生日のレイさんがね、星4として登場しているんですが、セナー泉の衣装が、ね、こちらで、レイさんの衣装がこちらということで、やばくないですか？めちゃくちゃかっこいいのよ、両方とも。しかもこれを 3DMV で見れるという奇跡、ありがとう、イヌバイテア思ったんです。もしかして、星4にナイツのキャラ来るたびにガチャ引く運命になる？やばくない？ということで早速引いていきたいと思います。待っててね、セナ先輩。はい、ということで早速最初の10連いきます。この2000個近くのダイヤくんがきっとセナ泉を連れてきてくると思う。最低保証、まあ最初なのでね、最初なので心はまだ余裕よ、余裕です。いける、頑張れ。さあ誰が来るかな。これは星4最低保証だけども、レイさんがね来るかもしれないということがあるので、さあ、あとあれですね、星さんのシノノンもちょっと普通にあの顔好きなので欲しいんですよね。あ、大将のやつ、これ持ってたかな、持ってなかった気がする、持ってなかった。お、ちょっと待った、また次行く、次。では20連目やっていきたいと思います。さあ来てくれセナ先輩、レッツゴーゴー。お、4、黄色、これ、どっかな。でも多分レイさんは来る気がする、多分だけど。これはなんかイヌバイテアのなんか勘さあ、あ、シノノ、これねあんましない表情してて好きなのよね。うん、レイさん来た。このレイさんのね、このポーズも可愛いんですよ。いやすごいね、もう兄弟やなって感じね。はい、次。え、待って、これだよね。え、待ってる、生きてる、推しが生きている。いや待って、もうこのカード本当に好きなところしかない。瞬きしているセナ泉は愛おしくてたまらないんですけど、それよりもよ、このさ、このお手ってけしからんじゃないですか。このさ、ちょっと見えてるの、普段見えないであろうところがさ見えてるの、本当に素晴らしくない？耳、セナイズミの耳。待って、20連できた、うっそ。え、ありがとうございます、やりました、ありがとうセナイズミ、ありがとうアンスタ、ありがとう世界。まさかの20連で来てくれると思いませんでしたね。しかも今回の星さんのシノノンも星4のレイさんもね、すべて来てくれてるということで、もうハッピーだし超嬉しいって感じですね。もう感情が高ぶっています、ただいま。すごく正直、前のテーマスカートの時みたいに100連しないととか結構覚悟してたんですよ、の中でまさかの20連ってね。これは愛されてるわ、もうなんか愛されてる男、俺嬉しいよマジで。はい、ということで今回の動画はここまでになります。よかったら Twitter のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。不定期で参加型アンスタ配信とかもしているので、よかったら遊びに来てね。以上、イヌバイテアでした。本当によかったです。